こんにちは。今日なんですけれども、以前の動画の、ね、続きになります。もちろんね、こう全ての方が全部の動画を見てるわけじゃないと思うので、まあ、過去4本上げてると思うんですけど、まあ、レザージャケットを並べてこの中から1点購入しますっていう企画があって、でその中で1つ G1 のレザージャケットを選んだんですけど、こちらですね。この G1 を実際購入して、この G1 と、コーチジャケットを最終的に迷ったんですよ、レザーの。で G1 を購入したんですけど、やっぱりコーチジャケットも良かったなと思って、敗者復活戦という形で、もう一度コーチジャケットとあとレザーのシャツとか、何点か見比べて、この中からまた1点購入っていう感じで、自分がこう物を選んでるところをね、動画にして皆さんに見ていただいたんですけど、それで最終的に購入したこちらのコーチジャケットの紹介をしていきたいと思います。ね、動画としてはまあ続きっていうわけではなかったんですけど、まあその動画を見ていただいた方が分かるような内容で続けていたので、少しね最後の動画から時間が経ってしまったんですけど、っていうのもですね、少し理由がありまして、あの動画の中で M と L を用意してたんですけど、僕は M の方がちょうどのサイズだったんですけど、L の方がね少しこう皮が分厚い感じがして、ちょっと質感が違ったんですよね。それをちょっとそのリュウグウレザーに聞いて、これはただの個体差なのかどうなのかっていうところを聞いたんですけど、まあ、レザーの素材を変えるタイミングだったらしくて、 L の少しこう分厚いレザーの方を今後使っていくっていうことでしたので、多分移行期間というかそういうので、まあレザーがちょっと移行前移行後という形で分かれてたんだと思うんですけど、で僕は正直ちょっとコーチジャケットなんでね、スポーティーな素材なので薄くてもいいかなとも思ったんですけど、でも最終的にやっぱりちょっと好みで言うとゴツめの革の方が好きなので、ちょっとこの L のサイズの分厚い革、その新しい革の方で、購入させていただけませんかということで、ちょっと交換をしてもらいました。なのでちょっと時間がかかった感じですね。で、あとプラス、買ったままの皿の状態よりはちょっとだけ着込んだ方がなんか見る人もかっこいいと思いやすいんじゃないかなと思って、期間はまあそんなになんですけど、1週間2週間みたいな感じですけど、まあ家でずっと着てたので新品の状態よりは少し雰囲気がね馴染んで見えるんじゃないかなと思うので、早速着ていきたいと思います。着用してみました。いかがでしょうか。まあ実際購入してから1、2週間しか経ってないので、まあ経年変化がどうとかっていうレベルではないんですけど、でもまあやっぱりこうレザーの厚みがある分、こうシワもねしっかり入りますし、僕は少しこの襟をね反るような感じで癖付けを今しているとこなので、ちょっとこう厚みのある革ならではの形をつけたりとか、そういうのもできますし、僕はまあ他のライダースタイプとは結構差別化できるかなと思ってるので、まあこう袖まくったりとかかなりラフな感じで着ていこうかなと思ってます。やっぱりまあライダースとかと違ってね、少しゆとりのあるデザインなので、これが一番小さい M なんですけど、でもやっぱりこう窮屈感がないレザーっていうのはかなり僕の中では新鮮かなと思います。やっぱり、ライダースタイプを買うときはあんまりね、ブカブカで買うってことはないですし、今みたいなフィット感でシングルとかダブルのライダースを買うことはないので、めちゃくちゃこう着やすいというか、まあ、もともとこう、正解のサイジングがこうゆったりしたものなので、ピタピタは逆におかしいと思うんですけど、なんかこのざっくり羽織れる感じはすごいいいですね、なんか。また使い勝手が変わってくるというか、まあ合わせるものも変わってくるでしょうし、特にやっぱり今、ね、こうトレンドのサイズで服を着ようと思った時に、あんまりこうピタピタのね、ライダースっていうのは
少しそれとはずれてくるので、そういうものを意識した時にはちょっと着にくいなと思ってるので、なんで今もライダース着た上からコート羽織ったりする方が好きだったりするんですけど、これはもう本当ゆったり着れますね。このリュウグウレザーで、買うっていうきっかけになったのって大学生の方の質問で、安くてもなんかいいのないですかみたいな質問に答える動画だったんですけど、まあ、僕もまあシングルとかダブルは気に入ってるものがあるので、まあ、それで持ってない方であればなんか全部に全部お金かけれないので、ちょっと安いのでも持ってない形とか、あまりこうレザーで作られてない形とかだったら欲しいかなっていう感じで自分も購入したんですけど、まあ、前の G1 は確かにこうレザーでねたくさん出てるんですけど、僕は持ってなかったので、1着購入したのと、もうこっちのコーチジャケットはあまり選択肢がないですよね。他のブランドでコーチジャケットでレザーでってなった時にあるのはあるんですけど、かなり少ないと思うので、で僕もやっぱり、この辺の気に入ってるダブルとか、シングルに比べると着用頻度が、高くはないかもしれないですし、まあそれを考えた時に、この辺りほどお金かけなくても楽しめるかなと思って、購入してみました。で、まあしばらく着てたんですけど、すごいこう調子がいいですね。なんかやっぱり今こう丈がこれぐらいあるレザーのものってなかなかないので、結構安心感もありますし、なんか変な感じ、着用してる感じはあんまりこうレザーのものを着用してるのを忘れるぐらいゆったりしたサイズなので、すごいこうストレスがないジャケットだなと思って、でもちろんまあボタンだし、この上からさらにまたコートとか羽織ったりとか、そういうのはダブルとかに比べると合わせやすいですし、閉じた状態がこれぐらいですね。まあゆったりって言ってもまあそんな余るようなサイズではないので、ちょうどはちょうどなんですけど、その時に買った G1 もまあ気に入ってるのは気に入ってるんですけど、やっぱりまあ大きく分けたらまあシングルレザージャケットなので、例えば着用してるマルジェラとかセリーヌのものに比べると、まあ主役になる回数はちょっと少ないかなって感じで、でこれに関してはやっぱりこの丈感とかこのサイジングっていうものを他のレザーでは僕は持ってない形になりますし、まあレザーじゃなくてもコーチジャケットはたくさん買うんですけど、自分のとこでも作ってますし、それを仕事の時とかねよく着てるんですけど、もちろん重さはねレザーな分ありますけど、でもこうレザーを着用してる満足感もあるし、普段コーチジャケット着てるようなこう軽くね羽織ってるだけみたいな感じの雰囲気も出るし、すごいいいなと思って、でまあレザージャケット好きの方も、まあ、シングル派ダブル派にまあ大きく分かれるとは思うんですけど、まあ、そこからさらにライダース以外を買うかってなった時に結構少数派になってくると思うんですよね。ボタンタイプのものだったりとか、カバーオールみたいな形だったりとか、まあ、トラッカージャケットとかいろいろあるのはあるんですけど、やっぱりこうライダースジャケットっていうのが一番多いのかなと思うので、僕もやっぱり主役はどうしてもライダース型になるんですけど、でもたまに違うの着たいなと思った時にレザーでこういうのがあると少しまた気分もね変えれますし、なんかどうしてもレザージャケット着る時ってコーディネートが自分の中でも結構絞られてきてしまってたりとか、インナーに着るものが限られてたりとかするんですけど、コーチジャケットは本当に普段今好きで着てるものとかに何でも合わせれるし、まあこれカラーも黒なので色の合わせ方も気にならないですし、まあさっきも言ったみたいに少しこう前の動画から時間が空いてしまったので、早くお見せした方が良かったなとは思ってたんですけど、でも自分の中ではちょっとだけこうシワが入り出したぐらいの感じから見ていただきたいなと思って、年末年始ねずっと家でも着てましたし、出かける時も着てました。で、まあ、これはすごくいい意味であんまりこう存在感が強くないというか、他のライダースとかに比べるとね、こう例えばジップとかそういう装飾が少ないので、なんかこうキメキメな感じがあんまり出ないんですよね。なんで割とこう他のものと合わせても主張が激しくないというか、ほんとさらっと着れて、
使い勝手がいいなっていう感想が、まあ、ちょっとだけですけどね、まだ来て、思いました。でこうレザー好きで見ていただいている方とかも、まあ、自分で気に入ってるライダースがあったりとかするけど、でもやっぱり毎年気に入ってるものがあっても欲しくはなるじゃないですか。なんか欲しいな、なんか欲しいなってやっぱり思うし、憧れてるジャケットがあったりとかする方もまだまだ多いと思うので、僕だって若い時にダブルだったらルイスレザー、シングルだったらマルジアの5ジップっていうこの2着を買ったら自分の中ではもうゴールかなと思ってたんですけど、やっぱりそれを買った上でもさらにさらに下手したら余計こう沼にはまっていきそうな感じになってきてるので、そういう時にまあ同じようなものを買うっていうのももちろん楽しいですけど、色を変えたりとか、まあ、レザーを変えたりとかっていうのも楽しいですけど、また全然ね違うこういう形を一着持っておくっていうのもレザーを楽しむ上では一つね選択肢としてありなんじゃないかなとすごい思いました。仕事する時にね、僕はちょっとライダースまで着て仕事するのはちょっとできないんですけど、まあ、これぐらいゆったりしたものだったら動きやすいし、まあ、羽織っててもそんなにこう可動域も窮屈じゃないしストレスがないので、まあ、少し室内では厚着にはなるんですけど、でも他のものと比べると圧倒的にこうレザー着てます感がないので、そういう意味では結構特別なジャケットになるんじゃないかなと思って、ここからね、どんどん着ていこうと思ってるんですけど、まあそもそもこのジャケットを買うまでに至った過程を遡っていくと、まあ3万から4万ぐらいでジャケットを探したいっていう方の相談に対してこう自分がお答えした動画だったんですけど、それよりは少しちょっと値段は張るんですけど、僕は今の段階ではこの雰囲気のレザーだったら結構着込んだ時にもっともっとかっこよくなるんじゃないかなと思ってるので、まあちゃんと払ったお金分はね着てやろうと思ってるんですけど、なんか皆さんもまあセカンドサードみたいな感じで、まあ、自分のメインのジャケット以外で欲しいなって思うものが違う形だったりする人もいると思うので、だから1着目のレザージャケットを勧めるときにこういうものは勧めないですけど、普段のジャケットと違うこうパターン欲しいなとかと思う方には一つねおすすめしてもいい形じゃないかなと思います。まあ単純にこのジャケットがっていうよりは、あの思い切って違う形を着てみるのも楽しいんじゃないかなと思って、まあね、これを見てるほとんどの方が、まあ、ライダース型のジャケットが好きな方がほとんどだと思うので、共感を得れるかはちょっとわからないですけど、今の段階ではかなり満足してます。ここからまた、ね、長く着ていくんじゃないかなと思ってるので、これまた着込んだ感じとかもね、見ていただいてる方に変化の状況とかねお伝えしていけたらね、また楽しいかなと思ってるので、またね、そういう動画もやってみたいと思います。今日は1ヶ月、2ヶ月前ぐらいでしたかね、動画でやった企画の完結編みたいな感じになるんですけど、最終的にこうジャケットも買いましたっていうところと、あとそちら購入してきた状態のレビューをさせていただきました。今日もありがとうございました。